いいんじゃ、あやつはそのようなこと気にせぬ。私は二人だけの秘密ですよ。あら、かわいこちゃん、今日はどうしたの？お目当ては本かしら？それともお姉さんに会いに来てくれたの？相変わらず優しい子ね。でもあいにく今は仕事があって、しばらくはアフタヌーンティーに招待してあげられないわ。確かにそうね。前回こうして研究に没頭したのはまだ教練院にいた頃だったもの。久しぶりに真面目に考え事をしたらちょっと疲れちゃったわ。そんなに興味があるのならあなたも参加してみない？お姉さんと一緒に学生時代をもう一度体験してみるのはどうかしら？急に仕事を押し付けるなよ。Yes! Yes!